さっき、さっき、そうで次回すメンバーが決まらなくてもう決まらない、もう全員、もう結構なメンバーにちょっと聞いたんですけど、みんなちょっと予定あって、もう私もう絶望的だと思ってそうもうね、もう終わったなと思って、そう、はい、でもう体調も悪くて、もう本当にさっき、今さっき決まったんで、もうはい、であのちょっと台本があるのでね、それをねやりながらあの進行していくやつっぽいです。あの本当に妙に16つくよろしく、久しぶりすぎて、そうでももうお風呂入りました私、はいお風呂入って元気になりました、はい、では配信します皆さんこんばんは、 SK48 チームの浅井優香です。オープニングトークはもう今しましたね、はい、でこの番組は AKB48 グループのメンバーが月曜日から金曜日までリレー形式で、あ、月曜日から金曜日までなんだ、リレー形式で個人配信を行います。毎回配信の最後でメンバーが自ら次回担当してほしいメンバーに電話をして出演オファーをし、そこでトークテーマまで発表します。はい、で、ショールームの説明は、アイテムを投げたりコメントを書き込むには無料のアカウントが登録が必要なので、ぜひ登録してください。浅井優香さんは2019年8月28日以来の3回目ですね。結構やってるんですよね。ごめんなさい、ちょっとニキビがね、ニキビ跡ちょっといろいろすごいんですけど、ごめんなさいそう、だから3回目です。あ、うん、もう使ってる、ありがとう。わかんない、充電なくなったら頼るかもね、続いて無料の星ギフトはログインしたり各番組を一定時間視聴したりするともらえることができます。さらに画面左下にあるツイッターマーク、左下、画面左下ですね、多分どこかにあります分かんないけど、下にあるツイッターマークをクリックしてこの番組の宣伝をツイッター上に拡散すると番組中1回だけもらえちゃいます。ぜひ拡散してゲットしてください。はい、それでは現在のユーザーランキングトップ5を確認しましょう。お、5位から、5位はですね滝川さんです。はい、ありがとうございます。そして4位が京都人さんです。ありがとうございます。パチパチ。そして3位が、あ、ごめん、なんかツイッターマークついてるね、ジャガさん、ありがとうございます。はい、続いて2位がみゃおいさん、ありがとうございます。パチパチ。続いて堂々のただいま第1位は、ちょーん、あ、ゲットできないの、そうなんだ。番組中1回だけもらえちゃいますっていうのはないらしいです。はい、で続いて第1位がトロロズクさんです。おめでとうございます。またね、多分読む機会あるので皆さん頑張ってくださいはい、明日をよろしくしてくれた前回の配信者についてお話ししたいと思います。はい、前回の配信者は SK48 の末永桜花さんです。はい、おーちゃんが昨日ね、あのよろしくしてくれたんですけども、おーちゃんの第一印象とかはなんだろうな、でもおーちゃんは同期なので本当に長い間ずっと一緒にいて、しかも昇格したタイミングも一緒で、しかも同じチームに昇格してて、本当にいろんな共通点があるんですけれども、でもおーちゃんとの一番の思い出はやっぱおーちゃん家に初めてメンバーを呼んだって言ってて、それが私だったっていう、ごめんなさい、ちょっとさっき髪の毛乾かしました、はいそう、
初めて私を呼んでくれて、メンバーもそんな呼んだことなかったらしくて、家に初めてだったのかな。で私を呼んでくれました。すごい仲良くしてもらってて、一番の活動の中での思い出はあれですね、SK フェスティバル公演の初日に一緒に研究生だったんですけど、その出させてもらって、難しい千葉と彩さんの卒業コンサートの時にマネージャーさんから2人でいいだけ教えてもらってっていうのはすごい懐かしい思い出ですね。私とおーちゃんは2歳差ですね。2歳差なんですけど、そうだから SK フェスティバルのオリジナルメンバーなんですよ。研究生1と研究生2、健一、健二です。健二と健一をはいやりました。私が2でおーちゃんが1です。だからなんか衣装とかも全部オリジナルで、なんかすっごい嬉しかった覚え出があります。研究生1番と研究生2番のポジションがあって、そう、その時はチーム E がそのメンバーが少なくて2人少なかったから、そう、なんか私のファンの人が初見になってる。そっか、ルームが違うからか。面白いね。でもね、そう、初日にこう研究生だったのに選んでもらえたなんてね、すごいことなのですごく嬉しいです。はい、軽くフリートーク、何をしてたって、今日何をしてた。今日は体調が悪かったので、もう昼頃までずっと寝てて、もうでも良くならなくて、でも今すっごい元気になりました。ちょ、薬飲んでからもう元気になって良かったです。効果が出て、もう話しましたね。はい、でも昨日ショールームやってて、昨日は全然だったんですけど、今日はすごい体調悪かったです。でも昨日ね、夜にね、ちょっとね、あ、体調悪いかもなって思ってたんだよね。そう、ちょっと鼻声、あ、多分それはさっき泣いたから。ちょっともうね、ドタバタな一日すぎて、今日の一日のスケジュールをみんなにね知ってほしくて言ったけど、ドタバタでした。はい、昨日でもショールーム見てくれた方いますか。すごい、なんか今日すっごい丸くない、やば、恥ずかしい。今日はリップなんかもうちょんちょんって塗って、はい、あ、見たよって、ありがとうございます。ペンギンの夢見ましたか。見たかもしれないです。どういう夢なのね。そう、昨日はねメイク配信をしてました。では昨日の配信のそのメイクスタートを見てもらって、でそこからまあこれを見てもらったら、あ、すっぴんはこんななんだって思ってもらえれば、そのね差をね見てもらえれば。はい、では続いてトークテーマのについて話します。話します。昨日おーちゃんがその電話してくれた時に言ってくれたのは、趣味について話そうというお話だったんですけど、趣味なんですよ、趣味。はい、趣味、ちょっと台本丸読みしちゃった。趣味なんで趣味を聞いてください。趣味、私何も考えてなかったけど、でも趣味ってこう聞かれて思い浮くのは映画とか音楽聴くことかったなと。音楽聴くこととかなって、と昨日ね、須田さんの話はしないでって言われたんですよ、おーちゃんに。
電話で須田さん以外でって言われてあ、読まれてたなと思って、今日も今もほらちゃんと明日はいいか来てます。はい、もうなんかパジャマっていうか、もうなんか服私服みたいな感じで、もう今からなんかちょっくら外行けますよぐらいの感じで、はい、ですが、はい、違いました。あの趣味はですね、あのダメだったので、その田さんの話をするのはなので、はい、趣味はですね、映画鑑賞、音楽を聴くことです。はい、音楽を聴くことはすっごい好きで、最近ハマ、そうか、携帯がここにあるから最近ハマってる曲とかをみんなに紹介できるんだ。最近はでも、ちょっと最近はでもサカナクションめっちゃ聴いてます。サカナクションは本当に好きな曲が本当に多くて、はい、みんなにぜひ知ってほしい曲はもうたくさんあるんですけど、私でもサカナクションなんで知ったかというと、そのお母さんが好きで、そう、母と父が好きで、それで影響されたんですよ。だからそのドライブとかするときも全部サカナクションが流れてて、そう、からずっと聴いてます。でも私の一番好きな曲はルーキーっていう曲で、最近好きなのは白波トップウォーターです。そう歩くアラウンドめっちゃ好き。だからみんなもね、聴いてほしいなと思って、なんか自分がすごい世界にいる気がする聞くだけですごい世界にいる気がします。はい、なんかグッズとかもすごい家にあって、なんか T シャツとかも家にあって、上着パーカーとかも家にあって、すごい、そう、この間なんか名古屋でゼップかなでライブされてらっしゃって、それもなんかツイッターフォローしてるので流れてきて、すごいって思って、私もいつかは行ってみたいですね。生で聞いてみたい。そう、新宝島も好きです。はい、新宝島は本当に好きで、なんか歌詞もいいし、そのミュージックビデオが好きです。なんかね、私はアップルミュージックで聴いてます。なんかなんだろう、すごい夜がテーマなのかな、なんかちゃんとテーマがあって、曲に夜の高速道路っていうイメージなんですよ、私がのイメージ、そのサカナクションのイメージが。だからそれがすごい、聴いてたと場面が夜の高速道路だったりするとかするからかな。僕とハナ、あ、好きです、僕とハナ。私結構曲知ってるので、皆さん何か好きな曲あったら聞いてくる、言ってくださいあとハマってる曲は、いや、私最近何聴いていたい、何聴いてるかな、あ、でも僕のヒーローアカデミアが好きで、それはよく聴いて、それの主題歌とかは今もシーズン5が始まって、あの5期なので楽しみです。また明後日放送なので、明後日かそうです日付変更線みたいな感じ。私あの青春ガールズコアで一番日付変更線が一番好きで、そんな感じ。AKB とか SKE とかなんていうの、その48グループの曲で言ったらそういう感じです。トゥ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 、あ、いいの、
日付編もう大好き、懐かしい。私本当に日付編動画戦が好きすぎてずっと聞いてた。日付編更新は好きですね。で話は戻りまして、ヒーローアカデミアの曲はカナブーンさんの、これ3、まあいいか、スターマーカーが好きです。スターマーカー、あとディッシュのナンバーワン曲も好きだし、ザ・ペペペキ PEGGIES の方の、足跡曲、あのね、一番最新のシリーズの主題歌と、あのオープニングとエンディングです、はい。あと一番最初、ほぼ最初のブライアン・ザ・スンさんかな。英語読めなくて、英語弱いんですよ、英語弱いんですけど、のあのヒーローズ、冴えない僕とっていうすっごいいい曲があるので聞いてみてください。3か3ですね、ごめんなさい、ちょっと本当に英語弱いんですよ。英語弱いとかの問題じゃないですかね。女性アイドルの曲は聴かない。私は SKE 聴きます。SKE 聴くし AKB 聴くし、あ、でもなんか女性アーティストとかの方が多いかも。家入涼さんとか、エメさんとか、そうだね、あのそう、家入涼さん好きです。家入涼さんの最近ハマってる曲は、ちょっと待ってね、なんかね曲を入れすぎてね、ちょっと、あ、NMB48 の今ならばもよく聞いてます。SKE の曲はあの松井玲奈さんの卒業ソング2588聞いてますし、心の端のソファー AKB ですね、あとやぶややなんだっけ、野蛮な求愛聞いてるし、らしくないも好きです。好き、K-POP は聞きますか。 K-POP も聞きますよ。 K-POP は TWICE のハッピーハッピーとか、どこだ、あの IZONE めっちゃ聞きます。IZONE 聞きますね。 IZONE はハイライトとアップ、もう聞きます。あとね、 SKE だと彼女がいるも聞いてますね。最近ナンバのピーク、あ、ピークはこの間外資のコンサートがあった時にその踊らせていただいて、 7D2 で、そう、結構いろんな、もう幅広いジャンルで聞いてますね曲。聞いてますね、はい。あのプロデュース48の時に最後のファイナルステージの時に、その見学っていうか応援で、あのそのなんていうの、最後のファイナルステージの場所に行ったんですけど、その時に披露してたあの夢を見ている間って曲もすごい好きです。日本語バージョン聞いてます、はい。あ、 SKE の曲だと私のもうツートップは奇跡の流星群と反射的スルーです、はい。この2曲がもう本当に好きです、はい。だからもう皆さん、あの多分きっとこの明日よろしく、もうこんなに人が見てるの、嬉しい、ありがとうございます。その明日よろしくを毎回さ
その誰が来るとか分からずにこう見てる方もきっといらっしゃると思うんですけど、 SK は本当に私 SK のメンバーなので、あの SK の曲をね、まあポップ電曲知ってるんですけどどういう話、SK の曲をね知らない方もぜひぜひとも聴いてほしいです。奇跡の流星群っていう曲と反射的スルーは私は個人的にすごいおすすめだなって思います。あと坂道も聴きますね、乃木坂46はきっかけと意外ブレイクが好きです。はい、で、あで僕だけの光も好きです。で欅坂46はエキセントリックとチューニングと二人セゾンと大人は信じてくれないと渋谷川のが好きです。はい、結構でも分かるって方多いんじゃないですかはい、そうだね、切ない感じ、ちょっと落ち着いた曲が好きかもしれないです。はい、日向坂はあの歌詞が出てこない、あこんな好きに、そうそう、あのこんな好きになると思わなかった、初めて一日中上の空だな、あドレミソラシのそれです、それが好きです。結構いろんな可愛い曲が出てて、いろんなそのアイドルが、でもやっぱなんかそのキュンキュンする曲ってすごいやっぱきますよね。わかります。え、こんな感じでいいんですかこんな感じで大丈夫なのかな、いいのか。はい、あ、もう良きところでだ。今何時だろうかな。趣味のお話できてますか？うん、できてた。よかった。じゃあ皆さん、ぜひね、聴いてください。私がおすすめした曲。はい。あ、もう良きところな。早いね。大丈夫かな？もうちょっと、いい、教えとこ。好きな曲でもね、私そん、あ、君について、君について好きです、うん、こうやってあとはアイズワンのアイズワンのあやや好きです。あと惑星ループ、あのトゥトゥルルトゥルトゥ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 、あの YouTube でよく流行ったやつ、あれ好きですね。はいあれ好きですね。はい、私の好きな曲は、あとはあれも聞く、ゾーン、シークレットベース、君がくれたもの、はいあとミスターチルドレンの君と重ねたモノローグ、はい
あとバースデーも好きです。昨日聞いてたです。はい、皆さん聞いてください。趣味についてお話ししました。あ、待って、台本。はい、そうしましたらここでですね、明日よろしくしたいメンバーに電話をかけたいと思います。誰にかけるかは相手が出るまでお楽しみなので、はい、お楽しみです。はい、ではただいま電話をかけます。出た、よかった。いいですか、スピーカーにしても。本当ですか。え、どうしようかな。あ、ダメですって言われた。ダメですって言われました。いいですか、いきますよ。え、どうやってオンにするの。あ、来た。はい、じゃあお名前と住所をお願いします。住所なんだっけ。お名前とチーム名とお名前と、はい、はい、お願いします。了解しました。SKE48 GMS の上村ゆかでございます。はい、こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。私が十何人に言って断られたのに、あゆかぴょんは断ってくれなくた。ありがとうございます。もう私の心が折れかけたところをあゆかぴょんが救ってくれました。もうずっと昨日の夜からね探してたもんね。ずっと探して、もうどうしよう、もう回す人いないよ、どうしようって言って、ね、でもあゆかぴょん大丈夫ですか、回す人いますか。わかんないですけど、私がもう精一杯お手伝いしますので、ね、でもあゆかぴょんね、ちょっと明日公演なんですよね。うん、違うよ。え、違う、明日暇だけど、うん、今日が公演だったから電話に出るから。あ、なるほど。あ、今日公演だったの。あ、なるほどね。そうだよ。え、明日こ、あ、なるほどね。はい、だから全然明日は暇なんですけど。あ、そうなんだ、よかった。はい、よかった。全然よかった。今日だったの。お疲れ様です。そうです、今まで何、どうでした、楽しかった。そうですね、チーム S は8人公演が最後でしたので。あ、そっか。え、今日が最後だったの。楽しく。そう、もう次は12周年の女性専用やるよね、今度。そう、入選か。そうやるんですよね。いいな。じゃあ私も見に行きますね。それも了解しました。了解しないでください。え、明日配信するの。そうですよ。家で？わからない。うーん、家じゃなかったら、じゃあ呼んでね。わかった。うん。はい、ありがとうございます。では明日は、待って、くしゃみしていい？してよ。オッケー。咳だった。はい、じゃあ明日アイカビョンがはいやってくれます。イエーイ、はい、お願いします。ありがとうございます。本当にアイカビョンは、ね、やっぱ友達カサカさんいるからきっと。いや、そんなことで、そんなことないけど、回るでしょ、まあ、回るでしょ。で、ね、あ、トークテーマ、トークテーマは浅井優香についてお願いします。はい、私は今日音楽について15分ぐらい喋ったけど、あゆかぴょんは私について。喋ったの。私についてだよ。分かった。はい、お願いします。かか、うん、よろしくね。はい、バイバイ。バイバイ。ありがとう、大好き。はい、バイバイ。わって切っちゃった。はい、ということで、あゆかくんが出てくれました。ありがとうございます。ありがとう。もう優しさをね、身に染みました。はい、今日は心がこう折れかけていたのですが、あゆかくんがチームSの上村あゆかちゃんがしてくれたということで、もうありがとうございます。ということでですね、はい、何でしたっけ。あゆかぴょんがやってくれるので、あ、もうなんか台本の続きがなかったのに台本の続きを探していたので、明日はあゆかぴょんです。はい。
じゃあ皆さん明日もね見てください。お願いします。いやー、ということで皆さん本当に見てくれてありがとうございました。こんな感じでしたっけ？明日よろしく久しぶりすぎて、これ締めのセリフあるの？ちょっとよくわからないんですけども。みんなが見てくれて、しかも充電も持ったので、この iPad のね充電も持ったので、本当にいろいろな人に感謝をします。遅れたのにね、もう関わらずみんなも見てくれてありがとうございました。ではみんな早く寝て、たくさん食べてください。ではバイバイ。あ、そうだ、ランキング、そう、最終順位のランキング発表しないとね。そう、この台本に書いてなかったんだけどね、ちょっとこの台本をあゆかぴょに今から送ります。あゆかぴょ、ちょっとあゆかぴょにはいろいろグミとか買ってあげよう。明日何食べたい？おごってあげます。もうありがとう、何が欲しいのか。みんな見てくれてありがとうございます。ではランキングをね読みます。はい、5位の方から、5位がアソパソマソさん、ありがとうございます、おめでとう。続いて4位がキースさん、ありがとうございました。続いて第3位がシュンアットマークまやかたんさん、ありがとうございます。イエーイ。続いて第2位がズクさん、すごい、この位置にいる、あの5位以内にずっといらっしゃるの、ありがとうございます。そして第1位がどんどんどーん、ジャコパスさんです、おめでとうございます。皆さんありがとうございました。なんかこうランキング読むの久しぶりだったから、みんなあのありがとう、ちゃんと見てくれて、もうたく知ってる方がたくさんいてね、嬉しかったです。また明日の配信も見てください。あゆかぴょんの配信を見届けましょう。ありがとうございました皆さん。では、明日よろしく、明日はあゆかぴょんです。バイバーイ、ありがとうございました。6340人の方、バイバーイ。3、2、1。